メイドインワリオシリーズのチームが開発を手掛けています。ワリオをはじめとする個性豊かなキャラクターたちが登場する独特の世界観はそのままですが、本作は今までのシリーズと遊び方が異なります。次々に出題されるお題を素早くクリアしていく瞬間アクションではなく、Wii U ゲームパッドの特徴を生かしたオリジナリティあふれるゲームでハイスコアを目指します。収録されているゲームのジャンルはパズル、アクション、リズム、シューティングなど幅広く、お好みに合わせて誰にでもお楽しみいただける内容に仕上がっています。今回はその中からスキー、アローの2つをご紹介します。まずはじめに私たちが社内でスキーと呼んでいるゲームです。ゲレンデを滑っていくスキーヤーはメイドインワリオシリーズでおなじみのジミーです。プレイヤーは Wii U ゲームパッドを縦にして持って左右に傾けることで彼の滑るスピードと方向を操作します。高タイムを目指すにはエッジの効き具合をうまく調整する必要があります。プレイヤーは手元の Wii U ゲームパッドの画面を見ながらプレイしますが、周りにいる他のみんなも楽しめるようテレビ画面には滑走していく様子がダイナミックな演出の映像で映し出されます。またこちらは今はアローと呼んでいるゲームです。 Wii U ゲームパッドの画面に表示されているのは弓と矢、これらを使ってテレビ画面上に登場する敵たちを狙い撃ちします。画面をタッチしスライドで弓を引き、 Wii U ゲームパッドを傾けて狙いを定めたら指を離して矢を撃ちます。テレビ画面の中にいる間に敵を倒すことができないと、敵たちは手元の Wii U ゲームパッドの画面に乗り込んできますので、そうしたら画面をタッチしてやっつけます。よく見るとワリオの鼻の形になっている部分がありますが、故障アイテムをゲットしてワリオの鼻に振りかけると通常より威力の強いくしゃみ矢が発射できます。他にも様々なゲームでこうした Wii U の機能を生かしたゲーム性と